ンポン。いやー、最近はよくテレビで芸能人の不祥事が問題になりますね。せやな、芸能人の浮気とか不倫とかよく見ますね。せやな、私、修羅場に直面してみたいんですけどいいですか？言い訳ねえだろ、ふざけんな。カフェに入ったら浮気現場にばったり出くわすシチューで行きましょう。おーい、じゃあ私今からやりますね。来てこら、レッツアクション。もう好きにしろや。違うんだ。ゆかり、これにはわけが。あんた誰よ？うちは誰なんだよ。何？お前見知らぬ人に向かって急に声かけたの？ついじゃねえわ、語れ。うちがゆかりちゃんの彼氏でええんやろ。いいよ。頬を赤く染めるんじゃねえ。違うんだ。ゆかり、これにはわけが。あかりさん、誰その女？違うんだ、聞いてくれ。この人はただの同僚で、仕事の話をしていただけなんだ。なるほど。ちょろ、アホかお前、ちょっとは疑えや。あかりさん、仕事の同僚って、あなたニートじゃないの？どこを疑っとんねん。浮気を疑えや。同僚なんて嘘よ。浮気してるんでしょ？してないわ。疑うなら証拠持ってこい。証拠なら、ここにあるでしょ。あってたまるか。あ、間違えたこっちだ。そっちもおかしいだろうが。このスマホを見れば一目瞭然よ。いつの間に俺のスマホを。でも、そのスマホには最新の顔認証ロックをしてあるから、どう頑張っても開かねえよ。待て、何それ？投稿した10日のあかりちゃんの顔だけトリミングしたもの。やめろ。あ、何この通話履歴の山。クソ、バレたか。110番ばっか。もうそれ浮気相手に襲われてるよ。面白かったらチャンネル登録してな。